DS BDS ヘアスペネムセットゲットね。皆様スキーパーは持ってますでしょうか。スピーカー持ってますでしょうか。僕はねスピーカーというものをね持っておりません。スピーカーはもうパソコンとかテレビとかがスピーカーなんですけど、なんかスピーカーが欲しいなって思って、ドンキーに行ってたらあるなんか面白いものを見つけました。テレー音楽を奏でる LED ライトです。すごくないですか。今電球からね音楽を出すことができるんですよ。ってことはどういうことかというと、電気から音楽が出せます。ではね、開けてみましょう。これざっと3000円です。まあ、普通の LED ライトよりね、高めなんですが、これ大きさをね、変えることもできますね。これコンセントを使って、おお、ついたついた。コンセントからつけることもできますね。あ、これを抜いて、もう変えれますね。おお、変わった、すげえ。多分画面では映ってないのかもしれないですけど、これ今緑になってますね。で、赤。僕の顔でわかりますか？赤になってます。で、青。すげえ、めっちゃ色変わる。かっけえ。どんぐらい音でかいんだろう。あれは俺が小さい頃よくと部屋に行ってた。音ちっちゃい。本当にやりたいのは飛べたくてアイドルだ。出向いて行ったよ。はい、って感じですね。音ねちっちゃいな。ではね、電球につけてみましょう。電球の大きさをね、こうちっちゃいやつしかできないやつは取り替えることができます。はい、ってことはね、トイレにつけることにしました。明かりをね、つけてみましょう。もうついてるんですが、青にしてみましょう。いきます。いけ！おー！すげー！で、水色はこれ。紫。黄色。緑。赤。普通。すごくないですか、これ。なんかトイレに置くと、こう色がね、一気に変わるんで、トイレが一番ですね。で、音楽を流すとこうです。はい。音はね、ちょっと小さいですね。なんか友達がね、トイレ入ってる時に、なんかいたずらとかできそうですね、これ。はい。なんかホラーのなんか音とか流したりとか、できると思うんで、ぜひみんなもね、これ、なんだろうね、これ、僕はスピーカーとして買ったんで、音が小さいのがね、ちょっと難点ですね。はい。ということでね、興味湧いた方はね、買ってみたらいかがでしょうか。ってことなんで、See you! And toilet to see you! PDS 株式会社。